皆さんこんにちは、今月は福島和牛枝肉のですね、原点とも消えるこの和牛の繁殖農家をご紹介をさせます。今日はですね、当時館内の日本松の斉藤繁殖部会長さんの牛舎にお尋ねをしております。かわいいですね。やはりですね、この福島の和牛枝肉はですね、ここの子牛がやはり品種改良されて原点になるわけであります。そして、ゲノミックにも積極的にですね、取り組んでいただいております。そして何よりはやはりこの子牛の時代からですね、一生懸命ですね、個体の胃袋をですね、飼料によって、素飼料によって作り上げている、その子牛をですね、出荷をして、志摩さんの立派な、やはり筋肉に脂肪が差し込んでいくですね、シャシと言われるものもですね、美味しい肉が生産されているわけであります。そしてなおさら、今回はですね、斉藤部会長さんは、第12回の、まあ、和牛のオリンピックと言われるですね、5年に1回の、今年は鹿児島で全国の和牛農力共進会が開催されます。そこの福島県の団長として、出席されてですね、優秀な成績も収められた経過であります。ぜひともですね、この福島産の和牛枝肉をですね、今月はご賞味を賜りたいというふうに思います。よろしくお願いをいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いいたします。